南シナ海でのアメリカ空母ルーズベルトが遼寧打撃群を追跡中、威圧感を増しています。では今回遼寧が我慢できずに動き出した、詳しく見ていきます。むしろ遼寧打撃群の情報をすべてアメリカに取られた。南シナ海では中国一番艦空母が訓練中です。本格稼働する前に現在だけではなく先の見通しも考えて日本も備える必要ができてきました。台湾有事の際や尖閣有事には国民は覚悟を今から考えておくことが大事です。2021年4月3日、海上自衛隊は中国の航空母艦遼寧と駆逐艦3隻にフリゲート艦1隻等の計6隻の艦隊が沖縄本島と宮古島間の公海上を通過したと発表し、その行動を追尾していたことを明かした。これらの艦隊を追尾し、監視に見当たったのは海上自衛隊の護衛艦鈴月及び B1 そして P3C 哨戒機等の航空機で、通常の公海上の通過でもあり、特段の問題となる行動はなかったという。遼寧は中国海軍初の航空母艦ではあるものの練習用の艦艇との位置づけであり、護衛の艦艇と艦隊を組み、太平洋方面へ進出して軍事演習を行う目的で航行したものと見さされている。実際に4月5日には中国海軍自体が航空母艦遼寧等の計6隻の艦隊が台湾沖の太平洋海域において軍事演習を実施したと発表しており、台湾やアメリカに向けた示威行動であると見られる。今年に入ってからの台湾の防空識別圏への中国軍機の侵入行為は頻度、機体数ともに増加の傾向にあり、この遼寧等の艦隊の軍事演習もそうした一連の行動の一環であることがうかがえる。こうした中国の動きに呼応するかのように、アメリカ海軍では4月9日に大型の原子力航空母艦セオドア・ルーズベルトと中核とする空母打撃群を南シナ海に進出させたことが報じられた。セオドア・ルーズベルトの空母打撃群にはアーレイマーク級駆逐艦のラッセルやタイコンデロガ級巡洋艦のバンカーヒルが含まれており、複数のイージス艦が護衛に配置されている。これらに加えて、ワスプ級強襲揚陸艦のマキンアイランド等も、ここに合流し、これらの複数の艦艇による軍事演習が、南シナ海で行われたことが公表され、中国への牽制行動であることが示された。中国とアメリカ両国が、航空母艦を中核とする空母打撃群の艦隊を繰り出して軍事演習を行ったことは、地面上では似たような戦力の誇示に感じられるかもしれないが、未だ両者には大差がある。中核である中国の遼寧は前述の通りの練習艦であり、搭載する艦載機の数も少ない上にカタパルトも装備しておらず、したがって航空攻撃に使用できる兵装の打撃力はアメリカには遠く及ばない。また艦隊に随伴させている駆逐艦等も中華製イージス艦とは喧伝されているものの、アメリカのアーレイバーク級駆逐艦やタイコンデロガ級巡洋艦が搭載する本家
イージスシステムとは差があるだろう。これらの水上戦闘艦は母艦である航空母艦の防衛を主任務とするが、長い年月をかけて熟成されてきた複数目標に対する防空の対処能力についてもまだまだアメリカ軍の水準には達していないと思われる。よって仮にこれらの空母打撃群同士が真正面からぶつかる事態が生じたとしても、現時点では攻撃力防御力の両面から万に一つも中国海軍が優位に立つことは考えられないのが実情だ。さらに空母打撃群には必ず攻撃型潜水艦が随伴しているはずだが、こちらもアメリカと中国の両国潜水艦の性能の比較からも、また対潜戦哨戒能力全般からしても中国海軍の水準は低く脅威とは思われない。しかし、当の中国自体が損なことは最もよく理解しており、自身に全く賞賛のない現時点での空母打撃群同士の衝突などは想定しておらず、アメリカ軍に対してはあくまで威嚇に止めるだろう。むしろ中国が武力を行使するとすれば、自軍よりもはるかかに戦力が劣る相手に対してであり、さらにアメリカと政治的にも多少距離を置いてる。例えばフィリピンやベトナムあたりが対象になる可能性が考えられる。1990年代に駐留するアメリカ軍基地を撤廃し、政治的には中国に接近していたフィリピンではあるが、南シナ海のスプラトリー諸島においてはその領有権をめぐって対立が激化してきている。2021年3月にはスプラトリー諸島のウィット山礁の周辺に中国の船舶が200隻以上も集結していることが確認されており、これに抗議する目的でフィリピンは韓国製の FA-50 ペーハー戦闘機を出撃させた。FA-50 ペーハー戦闘機は多くの採用国では練習機として運用されているが、フィリピンでは唯一無二の戦闘機として実戦配備しており、これを投入する姿勢を示すことで中国への対抗する意思を示したと言えるだろう。こうした動きに対して中国海軍はスプラトリー諸島のウィット山礁周辺海域にも新型の22型ミサイル艇を投入。同船は対艦ミサイル8発と防空用にも使用可能な 30mm ガトリング機関砲を備えている。このためフィリピンの FA-50 ペーハー戦闘機が中国側の思惑を超えて接近するようなことが起きれば、威嚇にせよ何にせよ格下の相手とみて対空兵装としての 30mm ガトリング機関砲を使用する可能性もある。南シナ海の緊張の度合いはここ数年で飛躍的に高まってきたと考えられているが、起こり得るとすればアメリカと中国との正面衝突ではなく、中国が格下と見る周辺国との間での紛争が確率的には高いだろう。